忍び殿か。あの調べに気を取られ、不覚を取り申した。この先にあの女僧者が、やはりわしを待っておったのじゃな。なぜ泣く？悲しいのです。何が悲しい？今頃はサクザ様、どこにどうしてございましょう。それがわからぬのが悲しいのです。会えずともせめて知りたい。なれど頼りを出しても帰ってこぬ。誰も居場所を教えてくれぬ。ねえ、ご人、サクザ様はいずこですか？知らぬ。ああ、あなたも嘘つき。どうしてみんな隠すのですか？
れぬなら、せめて代わりに。そこにおるのは忍び殿か。ああ、忍び殿には礼を申さねば。礼だと？あの女僧者を連れてきてくださったであろう。ついさっきわしをなでながら調べを聞かせてくれた。今までとは違う子守歌のような安らかで温かい調べじゃ。奏でながらこう言うてくれた。よく来てくれましたねと。やはりわしを呼んでおったのじゃな。忍び殿、これをもらってくだされ。わしはもう眠い。